公安局刑事課1係所属、下月美香。経済省特許局記録保管室への立ち入りを申請します。東金財団の所有特許あった。カムイキリトの手術によって申請された技術特許、たった一色、184名の遺体を使った結合手術。飛行機事故の犠牲者、彼らの遺体は切り刻まれ一人の少年へと移植された。それがカムイか。彼は言っていた。7人の脳を含む184人の肉体と人格的存在、それが自分という人間だと。脳の多体移植なんてことが可能だとは驚きだな。正直言って成功する見込みはほとんどない手術だった。もう一度同じことをやれと言われても無理だろう。しかし彼は生きた。サイコパスを一切測定されない存在となって、そう、彼は機械の認識上はつなぎ合わされた死体に過ぎない。それがカムイキリト。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。オペが終わった時点ではまだ彼はスキャナに認識される普通の人間だった。彼が自分の特異性を自覚したのは日常生活が遅れるようになってからだそうだ。移植した部位が静着していけばいくほどスキャナに認識される頻度が減っていった。そうして時間が経ち、やがて僕は社会から切り離された透明人間となった。初めのうちは努力もした。わざと人目につく犯罪を起こし裁かれるのを期待したこともあった、医者やカウンセラーをはじめ信頼できそうな人間に相談もした。だが僕の特異性を目の当たりにすると皆離れていった。だろうな。シビラに認識されない人間なんてもんを肯定することは今の社会に疑いを持つことに等しい。僕はシビラだけでなくそれにすがる全ての人間から存在を否定された。なぜ自分は誰にも認められず消えねばならないのか。僕は理由を探しやがてたどり着いた地獄の季節に。さすがご存知のようで。聞いたことくらいはある。その程度だ。かつてシビラシステムに代わる国民支援制度が経済省から発案され議論を呼んだ。それは交通と銀行を管制しその全てを把握するパノプティコンと呼ばれるシステムだった。パノプティコン。かつてジェレミー・ベンサムが収容所の建築形態として構築した全事象展望監視システムの名称だ。市民の行動と経済活動を監視記録することで
犯罪を未然に防ぎ最適な生き方を導く。至極単純ではあるが理想的な提案とも言える。理想的か。全てを監視される市民にとっちゃまさしく監獄だ。今の社会とどう違うと。話を戻そう。交通分野で試験的に運用されるようになったパノプティコンにある時期から多大な不具合が発生し始めたことはご存知でしょうか。ああ、それが原因となりパノプティコンの採用は見送られた。そう、そうしてシビラによる統治は今に至るまで続くこととなった。もしそれが何者かにより導かれた結論で、それを得るために全てが仕組まれていたとしたら。そいつは当時も散々流れた陰謀論だ。何が陰謀論なものか。経済省への横やりや人材の操作と流出、予算の奪い合い、政治家同士の取引、それらは実際に起こったことだ。事実その結果として、その周辺時期の航空及び交通事故は例年の数十倍にも跳ね上がった。多大な犠牲者を出したその期間を後に地獄の季節と称した。君はそこに答えを見出したわけか。全てを知り自分のなすべきことを見出した僕は現代のメディスンマンとして目覚めた。その彼との再会は今から5年ほど前だった。当時の私はストレス過多による薬漬けでね。原因は何でもない。私の精神が医者という重責に耐えられなかった。そんなどこにでもあるつまらないものだ。カムイは私を癒してくれた。彼は私たちが知ることを禁じられた医療データを手に入れ、正しい瞑想と薬物投与で人のサイコパスをクリアにする術を身につけていたんだ。どんな犯罪者のサイコパスもクリアにできる技術か。それ自体が過去への復讐になり得るな。単なる復讐にとどまらない。カムイなら全てを覆してくれる。そんな夢を見させてくれるような男なんだよ彼は。全てを覆す、それがカムイの目的。そういうこと。裁きたいのは私だけでなくシビラシステム全体というわけね、キリト君。死体をつなぎ合わせて作られた人間なんて気持ち悪い。あ、ファイルの閲覧記録、前回がつい2ヶ月前になってる。誰？いた、カムイのホロの一人。カムイがここに来た。下月監視官は引き続き医療機関を当たってみると連絡を受けました。わかりました。そういうことならまずは今いるメンバーで現状報告を。では私から。事故被害者と同姓同名の人物を探してみたところ、都心部だけで54人が該当しました。その54人は、いえ、カムイ本人を除く事故被害者184人分の外見は全て彼のまとうホロと見て間違いないでしょう。はい。公安に出入りしていたセラピストも、メンタルケア施設にいた薬剤師も、最初の事件の人質女性も、全てカムイだったということ。でもカムイは事故の被害者のホロしか使わないのかも。ええ、私もそう思う。カムイは事故とそれにより植え付けられた184人に固執している。その意味でカムイの顔は割れたと言っていい。ギノザさんの方は？カムイの隠れ家に残された臓器から入れ替わりの可能性がある人物を割り出した。揃いも揃って各界の大物ばかりだ。社会への影響力が強い人物を別人にすり替えていたのは増崎医師です。本人も認めています。治療と見せかけて殺していた。それだけのことを繰り返しながらサイコパスをクリアに保てるとは。それがカムイの特異性。薬物調合とカウンセリングで重篤な潜在犯でさえサイコパスをクリアにしてしまえる。洗脳と言っていいレベルで。医療こそが最大の武器か。厄介だな。同時に彼の攻撃対象は医療関係に限定されている。覚えていますか、爆弾犯の北沢の犯行声明。医薬品会社を狙ったって言ってた。そして立てこもりが起きた現場はメンタル医療施設だった。妙なのは
港を隠れ家にしていた点ですね。何かメリットがあったはず。港のメリット。国塚さん、この数ヶ月で未解決の行方不明事件はありますか？記録にはないと思いますが。それ変。人は減ってないとおかしいのに。そうね。内臓を抜き取られて殺された人がいるなら、移植される前の人物は消えていないとおかしい。確かに消えたことが認識されない人物となると。待てよ、確か現場に国外の新聞や紙幣が残されていたな。そうか、密入国者。なりすましているのは密入国者ということですか？その可能性があります。そうまでして何をする気なんだ。うん、何の用だ？こんなところで油打ってていいのか？暇を持て余して会いに来たわけじゃありません。以前からあなたには興味がありました。受講生を黒く染めた講師、雑賀丈治。ふん、嬉しくないね。他者のサイコパスを操る能力、そんなものがただの技術であるはずがありません。確かにそんなものが伝達できるならこの社会は成り立たなくなっちまうからな。技術でないならそれは才能です。人をクリアにするカムイとは真逆のサイコパスを濁らせる才能をあなたは持っている。光栄だとでも言えばいいのか？そしてそれゆえにどんなに自分が干渉してもサイコパスが変化しない常森監視官に依存している。ほうほう。失礼。了解です。依存か、ならお前はどうなんだ？あなたはキレすぎる。カムイの閲覧したデータは薬品関連の項目に偏っている。その中には第一の事件で北沢が爆弾を仕掛けた新型ラクーゼの生成技術、そして立てこもり事件の起こったメンタルケア施設で扱っていた数種類の薬品の閲覧履歴も残されていた。いずれも背後にいるのはカムイは東金財団に復讐しようとしている。航空機事故の手術で東金財団が保有していた特許技術が使用されている。脳を生きたまま摘出する技術、摘出した脳をつなぎ合わせる技術。なぜこんな技術を保有していたの？関連項目はドローンによる全自動での脳の摘出、人間を必要としない手術の提案。何これ。特許出願者の名前、東金美佐子。東金咲也の母親、5年前に死んでいる。父親は封印措置。あいつの出生にも特許技術が絡んでるってこと？特異体質 WA の先天性実証例。ダメ、私のサイコパスが濁っちゃう。どうしたら。そうか、そうだ。不発でしたね。ええ、すり替えられた人間をしらみつぶしに当たるつもりだったけど。仕方がないとはいえ後手後手ですね。アラーム？何が？自宅の床の荷重センサーが反応した。やはり自分をおとりに使っていたのか。呆れた人だ。ごめん、苦情は後で聞くから。防火と水道システムの点検に参りました。お忙しいとのことで管理用の鍵の使用許可にサインをいただいてるはずですが。あ、驚きですよ、まだ残してあるなんて。まあ害はありませんから。カムイの心理と重なるには奴の見た景色を保持しておくのは一番。図星ですか。さすがですね。感服しますよ、あなたは生まれながらのデカだ。ありがとうございます。
可愛げが足りないという意味です。あっ公安局から通知。おばあちゃん、自宅の警報を感知。保護対象常森葵の警備レベルを B に変更しました。あ、それ祖母か。事件の発端は15年前の航空機事故に遡る。死亡した201名の乗員乗客のうち184名が児童という悲惨な事故を利用して莫大な利益を享受した者たちがいた。それが東金祭壇。そしてこの時の唯一の生き残りがカムイ・キリトである。当時財団を仕切っていた東金美佐子はWAという特異体質の研究に就寝しており、その実証実験の一つが脳を摘出しつなぎ合わせるという財団が持つ特許技術を最新の環境で試すことだった。彼女はカムイや自己犠牲者たちの遺体を使い自らの研究を推し進め、結果財団が持つ特許技術はさらなる進化を遂げた。カムイ・キリトの犯行目的はそうした東金財団への報復である。財団をマークすることでカムイ逮捕に近づける。しかし現在の一係は重大な問題を抱えている。それは常森茜と東金朔也の存在だ。東金朔也は WA を人工的に作り出そうとした東金美佐子の実験によって生み出された。それが史上最悪の犯罪係数を持つに至った経緯と推測される。つまり事件の首謀者であるカムイと東金朔也は WA というキーワードでつながっていることになる。カムイ・キリトと東金朔也は等しく危険である。東金朔也は他人の犯罪係数を上げることに喜びを覚える異常者だ。現に今まで彼の担当となった監視官5名全員が潜在犯化しているという実例がある。東金朔也の影響により常森監視官も近い将来犯罪係数が上がると予想される。しかし常森監視官本人は意にも介さず忠告も受け入れようとしない。これは由々しき事態だ。常森監視官はすでに己の判断ミスにより多数の監視官および執行官を犠牲にしている。このままではカムイの逮捕や東金朔也の排除はおろか公安局存続の危機にもつながりかねない。故に私は常森監視官の更迭もしくは権利停止の必要性を強く訴える。2114年11月27日公安局刑事課一係所属下月美香。加瀬局長ならきっと分かってくれるはず。進展はなしか。はい、すり替えられた人物たちの自宅別宅は全て当たりましたが誰一人痕跡をつかめませんでした。このタイミングでの失踪、単なる逃亡とは考えられないな。私もそう思います。彼らを目的に向けて動き始めた。何としても止めなければ。まるで相手の狙いを把握しているかのような物言いだな。増崎を信じるならカムイの目的は革命だ。社会を転覆するためその社会を体現する存在を裁く。そんな存在は一つしかない。シビラシステム。興味深い内容だ。短期間でこれにたどり着くとは君の操作能力は大したものだな。ありがとうございます。ところでこの WA だが、これはオープンドアデータと呼ばれるものだ。オープンドアデータ。重要機密を暴こうとする社会不適合者をおびき寄せて把握するための罠。君はそれにまんまと引っかかった。WA すなわちアプリよりアクイット、先天的な免罪体質についてシビラの重大な秘密だ。さて捜査から逸脱してこのようなデータの収集に勤しんだ君の勝利、どうすべきか。まだこの程度の悪化でとどまっていられるとは。彼女はまだ使えます。私に任せていただけませんか、母さん。母さん、そんな、だって
好きにしていいわ。処分はいつでもできるし。やはり問題なのは常森とカムイのことなら心配ありません。二人とも私が仕留めてみせます。母さんとシビラを美しく清らかにするのは私の役目です。何、何の話をしてるの。やめて、聞きたくない、見たくない。私何も知りませんから、誰にも話しませんから、全部忘れるから。賢明な判断ね。あなたはやはり理想的な市民だわ。退屈なほどに。この反応、いずれシステムを公開する時のモデルケースになるかもしれません。そうね、試してみましょうか。ではシモツキ監視官、あなたに世界の秘密を教えてあげる。